来れるよって方がいたらぜひお待ちしてます。あの発表以降やってなかったから、このショールームを、まあ、だからちょっとなんとなく質問とか疑問とかに答えれたらなと思います。今回はスタンディングになって入れる人数が増えてるので、はい、迷ってる方もぜひ来てみてください。2時間くらいやりますか。時間はどうだろうな。曲数的には今までのソロライブの感じと変わんないですね。声出しは OK です。衣装は可愛いです。衣装は今日打ち合わせしてきました。打ち合わせっていうか、私は別になんかああしたいこうしたいっていうのがあんまりないから、衣装に関しては昨日はそのデザイン画を送っていただいて、衣装さんにそれについて雑談おしゃべりしたって感じです。あ、31枚目のシングルもありがとうございます。7月に発売。いつもの、そう、いつもの衣装さんたちが作ってくれます。今回もおめでとう、ありがとうございます。あれも始まってるね。なんか本当にもうお知らせばっかりで申し訳ないんですけど、お知らせするしかないのでごめんなさい。特典会の、オンラインの特典会の受付も始まってます。あと、まあ、謝罪しないといけないことはアメブロが2週間ぐらい更新できてないことですね。申し訳ない。忘れてはないです、ちゃんと気づいてます。でもなかなかちょっと音を取らないといけないっていう決まりを自分で作ってしまったのでそうなの、あれ大変なのよ、ログインしてなんか大変なのよ。公式ブログも大変なんだけどね。黒髪になった。ずっと黒髪だよ、髪の毛染めてない、もうしばらく染めてないです、髪の毛は。だからこの毛先らへんがまだ茶色いんですけど、前に染めてた名残で、もうこら辺は地毛です。髪の毛は黒くも茶色くもしてないです、地毛です。そうだからエクステをつけてたんですよ、ずっと去年の後半は、下半期は。だからエクステ伸びてきた地毛のとこを下げて、このエクステと頬の中間だけずっと染めてたの、こうやって。そしたらその間にもこれぐらい前伸びました、地毛が。ソロライブのロゴは誰がデザインしたの？なんかなんとなくこういうイメージでっていうのを私から伝えて、その中から3パターンぐらい出してもらって決めました。だから文字のフォントの感じとかバランスとかは全部プロプロです、私じゃないです。イメージは私が出しました、出してます。
カミングスーン楽しみすぎる。そう、ちょっとまだあの肖像系のやつがどうしても間に合わなくて、先行はとりあえずタオルと T シャツだけになってるんですけど、発売はされます。タイトルはゆうなちゃんが考えたの、全部自分でやってます。皆さんぜひ瀬取り予想などしていただいて、ねくまちゃんとおーちゃんもソロライブするので普通に見に行きたいです。ライブ中は水飲みますか？飲みます。でも今回からはやっぱ声出せるので、私が水飲んでる間は皆さんにあの繋いでいただいて、チャイラブ見たい。チャイラブやるかな、好きね、みんなチャイラブ。水何回飲みますか？ちょっと喉が渇いたら飲みます。白すぎてモノクロ映像やねん。今回は 2way 衣装ありますか？ 2way って前回のオープニングみたいなこと？あ、てかめちゃくちゃ 2way ですね。そう考えたら私の衣装はやっぱりこう一人でなんていうのライブをしないといけない、着替えの時間が全然ないので 2way は多いですね。久しぶりに声出したら肺活量落ちてた。みんなはあれだよね、マスクもさ、マスクしてコールだからあれだよね、瀬取りもう決めたの。瀬取りはもうね結構前に決めてます。 2way いつも可愛い。本当？喉が弱々なってる。そうなの。スタンディングに耐えれるかが一番心配です。確かになかったもんね最近ずっと。ハルコン2回席で楽しかった、ありがとう。マスクでコール慣れない。そうだよね。チームコンサートで久しぶりに声出ししたら一気に喉を持ってかれた。そうなるよね。まあでもソロライブに関してはあのユーナコールしかしなくていいので、はい、リハビリにじゃあぜひ。そう、あのさ最高歌謡でさ覚えたから言えるよ私も。タイガーファイヤーサイバーん、タイガーファイヤーサイバー、あれタイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、ファイバー、じゃあじゃあ、ドラ、ヒー、ジンゾ、セイン、アーマー、シンド、カーセン、トビ、状況、チャペ、アペ、カラ、キナ、ララ、トゥスケ、ミョンホン、トゥスケ、好きになるっていいんだ、はい。チャペアペはあのキナが出てくるから覚えた。チャペアペカラキナ、どうした？うん、でもタイガーファイヤーが一番難しくない？似すぎてて。
そうだね。うん。NIG フェスって本気見た後だったか余裕だった。おーさすが。でもなんかさ、あんまりなくない？あのチャペアペまで到達する曲って。トラヒーは聞くけど、あ、チャイラブの感想は言ってんだ。無意識も言ってんだ。あ、チャイラブはあれチャペアペまでいけるんだ。だからなんていうの、チャイラブ最近流行ってるじゃん、エスキーのライブで。でも多分コール声出しができてない時から結構やりだしてたから、最近それこそハルコンで久しぶりに聞いたかもね。そっか、言ってんだあれは。感想が長い時はあるんだね。無意識はワンハーフだと入んない。あ、フルでやったら入るってこと。今寝ぼけてるんじゃないか、私の手ずっと舐めてます。じゃん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 。じゃあ今度からチャイラブ、じゃあ私も関数踊りながら一緒に言っちゃおう。チャペアペカラキナキナ、今寝ぼけてます。彼女は寝ぼけてます。5月26新宿当たりました。待ってます。来てくださいソロライブ。友達とか誘って、みんなおたとも。ソロライブ行こうぜって。情熱届けよう、オーイエイオーイエイ、せーの、ワンツースリー。 I wanna kiss 君と出会ってすべて変わった。生誕祭は皆さんどうですか？3、4年ぶりにエゴちゃんのライブ行きます。おお、いいね。生誕祭はちょっとやっぱり始まったばっかの公演なので、コールとか難しいかもしれないんですけど、ユニットとかなんか分かりやすいコールのところはみんなの名前ぜひ呼んであげてください。コールがあるだけでテンションが上がるよ、メンバーは。あ、ネイル変えました。見て、
外れました。新婚入るきっかけなくしました。まだあるよ、これからも。ひやちゃん見てね、入れ替えた。あ興味なさそう。きなちゃんはじめましてだって。かわいい、寝ぼけてる。4年ぶりの公演、おお。楽しみです。生誕祭も。でもまず今度はラブリンの生誕祭で、私の生誕祭で、多分次がゆずきの生誕祭、その次がフューチャーの生誕祭、その次はおしりんの生誕祭かな。K2 の春コンで転生 T シャツ着てる人目立ってた。あれめっちゃ目立つよね、やっぱ。あ、そう、これきなちゃんのパジャマです。足上げてマキコさんにあげたやつの色違い。そう、多分 K2 は毎回生誕祭ですね。で多分5月に突入してゆきちゃんの生誕祭もありますね。いいじゃんいいじゃん、毎回。あれか、でもみんなはなかなか公園入れなくなるのか。前髪が長い。そういう時にね、皆さんソロライブがありますから来てください。生誕祭バージョン投げないが楽しみ。そう、生誕祭の時はなんかその子にちなんでやつとかやってます。ソロライブも生誕祭も行きます。待ってます。生誕 T 持ってないけど行きます。全然 OK、 何でも OK なんで。ソロライブのセトリの緩急はどんな感じですか。緩急ってなんだ、どういうこと。緩急はやっぱ気にしますけど、何もさ、ちょっとむずいよね。いきなり盛り上がる曲からなのかとか。それ言ったらさ、楽しみなくなっちゃうことない。どうだろうな。今回どうだろう。でも割と知ってる曲なんじゃないですか、皆さん。知らない曲ももしかしたらあるかもしれないけど、じゃあこれはやるだろうなっていう曲ありますか。エゴさんの知ってるとオタクの知ってるの差が割とあるからな。公演前の BGM はさっき決めました。開演ん会場中と終演後のあの BGM さっき決めました。
あ、持ってかれタクシー。そうなんですよ、 BGM とかも決めてます自分で。 BGM の楽曲がセットリストに入ってないのかな、それはどうかな。とりあえず8時までやります。あと7分。こんなじゃん、こんなじゃん、こんなじゃん、私のために。こんなじゃん最近やったな、あれだ、フェスでやったんだ。力の限り大地蹴り強に浮かんで、心に秘めた思い、その一歩飛んでみて今。ニューエイジャーみたいです。ニューエイジャーは難しいんだもん、ダンス。このままじゃいられないんだ、青春は生き物なんだ、やりたいこともっともっとやらなきゃ。片目ホエーバーも覚えたけど忘れちゃった。あ、リクアワ、そうじゃん、リクアワもあるじゃん。やばいね、激アツですね、リクアワは。でもなんかいっぱいいっぱい出たい、いっぱい歌いたい。自分の参加してる曲がいっぱいランクインしたらいいなって感じ。なんかもうさ、これに入れてくださいとかないんですよね、特に。それくらいやっぱ自分の曲が数年で増えたのもあるし、どれか一つに絞りきれないぐらい歌いたい曲がいっぱいあるから、だからいっぱい歌いたいです。でも確かその前にやったやつとかも、あの出演曲2番目に多いとかだったから、それからいっぱい歌えたらいいな。だから私からこれにっていうのはあんまりないんですけど、まあまだ先のことですね。いっぱい歌いたいです。もうあのひな壇にいる時間ないぐらい出たいですね。だからもう皆さんが好きな曲に、はい、純粋に。いっぱい出たいです。まあその中でもちろん自分の歌ってる曲が上位にいたらそれは嬉しいんですけど、後ろで勝手に出るのは OK じゃないの。
だから出番がない時にひな壇にいるっていうシステムなんで。たくさん出ると覚えるの大変じゃないの。リクアワはまあなんかオリメンじゃない曲も出たりするんですけど、基本的に自分のオリジナルの曲ばっかり出るので。大変じゃないです。昔は大変だったけど、その自分の曲がない時とか。私は前回あの伝説のゼロ曲着替えがあったので、それぐらい忙しかったらいいですね。もう8時でした。それでは皆さん、じゃあいろいろお知らせたくさんですが、ついてきてください。待ってます。ありがとうございました。また配信します。バイバーイ。